中ひろみです。ホットケーキーズです。久しぶりにやりました、はい、恥ずかしいですけれども、はいはい、今日はロケです、はいはい、横浜市歴史博物館に来ております。はい、まさにですね、現在開催中の、はいはい、横浜の仏像を知られざる御仏たちという仏像展の展覧会場でございます、はい、今日はそちらを特別に、はいはい、中をじっくり撮影させていただき、はい、さらに、解説をしさせていただけるということで、すごい協力をさせていただいてます、はい、そうですよね、していただいてます。すごいことですよ ね、 ねちょっとこれは本当 BS にこのまま映像を持ってきたいみたい、はい、そうですよ。本当ですね。本当なんですぐらいちょっと豪華にやらせていただくんですけれども、横浜の仏像知られざる御仏とは、横浜市域に伝わる仏像を総合的に体系的に紹介する初めての展覧会ですという、だから別のテーマでの仏像展は過去25年前にあったんですけれども、はい、もう全体的な体系的なものでは今回初ということで素晴らしいですよね、はい、センセーショナルでございますよ、ね、はい、でその横浜市が本格的に仏像彫刻の調査を始めてから半世紀に及ぶ文化財調査の成果に基づき、平安鎌倉時代の仏像を中心に新発見初公開の知られざる御仏たちを紹介し、横浜仏教文化の実像に迫ろうというものです。長い、はい、まあ、とにかく素晴らしい展覧会ですね、はいはい、ちなみに私横浜市保土ケ谷区の病院に生まれてるんですよ、はい、で幼稚園は、うん、横浜の幼稚園に初め入園してて、うん、途中物心ついてから鎌倉来たんですけど、はい、なんで私もいわば横浜の御仏なんですよね。あじゃあ一緒に展示されるということで、はい、すごくもう応援していてこの展示会を、はい、私もです、はい、じっくりと味わっていきたいと思います、はい、というところで今日は特別ゲスト来ていただいています。はい、はい、本展覧会の監修者でございます、はい、山本勉先生です。お願いします。よろしくお願いします。はい、山本先生のご紹介をいたします。本展覧会の監修でございまして、日本美術彫刻史の学者であって横浜市生まれいらっしゃる、はいですね、現在は清泉女子大学の名誉教授でございまして、もう本当仏像運慶研究といえば山本先生みたいなところありますよね、うん、そうですよね、著書も多数ございます、うん、本当素晴らしい、はいはい、で横浜市文化財保護審議会委員を務めてらっしゃるということで、はい、どうですか、本当にあの名誉のことで、ね、はい、やらせていただいてありがたかったと思ってます。ありがとうございます、うん、ということで、はいはい、山本先生に、解説をいただきながら、はい、じっくりご紹介していきたいと思います。いざ行きましょうか。行きましょう、はい、早速一、はい、つ目の仏様は入り口にいらっしゃいます、うん、こちらはどういったお客様。これも本当はねもうバラバラになって使ったんですね。なんか関東大震災でバラバラになっちゃったっていうんですね。で今回展示のためにこう組み立てて、出してきた。あ、そうなんですね、うん、だからなんか中に芯があって、うん、くっつけてる感じなんですね、はい、ね、なんかこうでもこれが横浜市の文化財に指定したあの仏像の第1号なんです。へえ、うん、じゃあバラバラの状態で文化財指定されたんですか。そういうことってあるんですね。でこのように組み立てるのが今回初、うん、そうですね。まあ、それで平安時代のものなんですけども、はい、なんかねすごく綺麗な情緒用のようにまあ見えるんだけども、はい、なんか構造的には非常に古めかしい。ちょっとお腹のほら出っ張って、はい、膝の上にかかってますよね、はい、こういう気もすごく古いんですね。それからよく見るとね耳の前にこう出っ張ったところがあったりして、はい、そういう意味で割合古いものを残している。しかも あまり田舎者でもないよく整ったお顔ですね。だから11世紀の半ばぐらいだと思うんだけども、ちょうどこういうものが都から伝わってきた都風の仏像の最初なんじゃないかなと思うんですね、まあ、これからいろいろ歴史を回っていく中でターニングポイントにいらっしゃるところですかね、だからまあ横浜の文化財としても記念すべきものだし、仏像としても記念すべきものだと思います、はい、それが今回初めてこう国だったということで、はい、で入り口に設置してある仏様ということで、こちらは一般の方もお写真撮って大丈夫ということですね、うん、いやそうです、それを知ってみると全然違いますね、うん、そうですね、うん、
なんか歴史を感じますよね、うん、ちょっとバラバラで痛々しいんですけど、うん、やっぱり古い素晴らしいお像だと思います。だからまあ知られざる御仏たちの象徴みたいなもんですよね、うん、象徴です、知られざる御仏です、うん、では中に知られた御仏ですね、知られた御仏バラバラです。さあということで中に早速入ってきました、うん、このね、はい、広い 展示会場にものすごい数の仏像がそろってますけど、ね、こんだけ本当に仏様がずらっと貼るだけですごいですね、この仏空間、仏空間もすごい天井が43件かな、43件、すごい数ですね、うん、横浜にこんなに素晴らしい仏像がたくさんあるって、うん、あまり知られてないですよね、うん、ということで、うん、今回はその横浜に伝わる仏像を年代順に並べておりまして、はい、その年代ごとにパートがそれぞれ分かれているので、はい、もうじっくりその年代の解説から仏様の解説からいきましょう、うん、はい、ということでまず第1パートこちらでございます、はい、仏像師のこれはあけぼのの光と書いて何て読むんですかね、うん、初光初光飛鳥時代と奈良時代です、はい、6世紀半ばからですね、まあ、横浜っていう土地がいかにして仏像と共に歩むかっていうところと、どうですか、この時代に関して横浜ってどういう街だったんですかね、本当はね、この時代の横浜の仏教っていうのはよく分かんないんです、まだ分かんないんだけども、もうたまたまなのかもしれないし、言い訳があったのかもしれませんけども、飛鳥時代の仏像と奈良時代の仏像があるんですね、これも大変幸運のことだよね。そうですよね、まさかこんな飛鳥時代の古い仏像が横浜にあるって思わないですよね、飛鳥時代に、ね、仏教が日本に伝来してきた年ですけれども、うん、まだまだ朝廷の、ね、権力っていうのはもう飛鳥の地方が中心的だったわけですから、うん、それでもね、その当時の仏像がちょっとこちらに伝わってるっていうのは、それから日本海の方はね、結構直に朝鮮半島や大陸と関わりがあったんだけど、うん、この辺り本当に田舎だったんですよ。じゃあどういった伝来なんですかね、うん、謎わかんないですね、ね、近藤武さんが全くわかんないですね、はい、こちらですね、はい、近藤戦争が終わった後に突然現れたらしいんだよね、はい、そうなんですか、だから、まあ、その前になんか江戸時代の終わりに近所の神社があって、その神社の御神体だったらしいです、あ、昔はね、神仏集合でしたから、うんうん、じゃあもしかしたら飛鳥時代の仏様が後世にやってきているみたいな可能性もあるってことですよね、八幡神社もあったんですね、で八幡様 の仏様の姿っていうのは阿弥陀如来なんですよ、でこれが阿弥陀如来かとかも分かんないんだけども、どうも手の格好が皆さんに見える、それで八幡様のご神体になったんだろうと思うんですね、松陰寺の伝阿弥陀如来でございます、まあ、本当は飛鳥時代らしくなんて言うんですかですよね、私とかはね、こう数学的というかね、もうこのラオツがすごい才の目になってて、うん、そうですね、で、すごい顔が、うん、なんていうか、すごい本当に飛鳥時代っぽい顔をされて、左右対称なこの衣の垂れ下がってる感じとか、すごいなんかとろけるような感じが、すごい、よくね、あの近藤仏ってのは硬いけども、はい、元はロウで作ってるんですよっていう説明するんですが、はい、本当に柔らかさがありますよね、そうですよね、あの飛鳥時代や奈良時代っていうのはそういう柔らかい材料で仏像を作る時代なんですよ、はい、こちらも漆で作ってるんですね、漆作りですか、漢字像龍二寺のお札座像さんですね、昔漆ってすごい高かったんですもんね、うん、貴重ですね、これを今ここにありますけど、元は多分ね、はい、奈良の都平城京で作られたんだろうと思うんですね、はい、うん、すごいなんか都仏の匂いがしますよね、匂、うん、い、なんかこの佇まいが、うんうん、でこの像多分ね、三尊像 の、 あの向かって左側にいるお像ですね、そうでしょうね、でこの方のね、真ん中にあったと思われる、はい、あの如来像の頭だけね、兵庫県のお寺に残ってるんですよ、兵庫県、うん、じゃあ本当はこちら兵庫県の、いや、その兵庫県のお寺の像も元はどこにあったか、飛鳥の町にあったかもしれない、うん、まあ平城京にやっぱり近いところにあったんじゃないですかね、あ、でも本当に元取りがね、すごい素晴らしいですよね、だからそういうお像がね、横浜にこう伝わっているっていうこともすごく大事なことですよね、確かにつながりがあったっていう証拠ですからね、うわ、面白い、いきなり面白いですね、すごいこの洋楽、しかもこれバラバラになってお寺の蔵の中でやってる、バラバラっていうのは体がバラバラなんですよ、うん、それでね、踏み立てで見たらね、今とはね、左右の足が違ったんですよ、じゃあそれをまた修復しましたってことなんですか、はあ、それで三尊像になるぞっていうところまで、
点と点がこう線になりますよね。なんか超学人の方みたいですね。あ、そうですそうです。なるほど。うん、さあそして飛鳥時代、奈良時代に横浜の次来て平安時代、まあ、平安時代その1ですね、はい、この平安時代はちょっと難しいんだけどね、はい、あの平安時代って平安時代前期っていう時代があるんです、はい、でもその時代の横浜の仏像は、ね、全くないんですよ。そうですね、だけどもその前期の時代の雰囲気を残したお像を一にしました。なるほど。それから都の雰囲気を持った、上長用の仏像を印しました。だからこの1のコーナーと2のコーナーはちょっと時代が重なってるんです。あ、ちょっと平安のその都の影響のないゾーンが1、うん、はいはい、その平安の地、うん、都の影響がないっていうのが一体どういう特徴なのかっていうのを、うん、はい、いきましょう。もういきなり、それで、まあ、そういったところでちょっとこれは違って、これはかなり都の雰囲気に残してるんだけど古いゾーンなんですね。横浜で一番古いみたいな形、木彫では一番古いかもしれない、かもしれない。なんかボロボロだけどもなんかかっこいいでしょう。いや、わかります。特にあのどこがいいかっていうとこのね、足ですよね。あの太ももがすごく長い。この太ももが長いっていうのはいろいろね、皆さんのお好きなあの例えば、奈良の法華寺の十四面観音とか、ああいう形を残してるんですね。いいですね。ちょうどこう、うまいことは踏み出すような動きも感じますよね。だからすごくね、存在感があるんですよ。ね、元は素晴らしく美しい方だったんでしょうね、うん、これね、僕のね、実家のね、そばにあるお寺なんですよ。南区の光明寺さんですね、菩薩流僧。ある時ね、僕のね、義理の兄が亡くなりましてね、はい、それでね、なんかお葬式の相談にこのお寺行ったんです、はい、それで、ね、玄関ガラッと開けたらこの像があったんです。すごい呼ばれてますね、うん、葬式の相談しないで、調査の相談しないちょっと呼ばれてます。仕事モード入っちゃってます、うん、それですぐに調査をして、そのまま指定していただいて、はい、すごい、やっぱ一目でわかるんですね。まあ、一目で玄関開けたらびっくりしちゃった。びっくりしましたね。でもそのような、ね、素晴らしいものもいれば、私がちょっとこれ大好きなんですよ。すごいですよね。なんか素朴っていうか、はい、ちょっと地方独特な感じが。はい、お名前、聖母大師の薬師如来立像さん。こう言ってはなんですけれども、はい、下手っぴですよ。でも私、そういう素朴な像って大好きなんです。これはね、聖護大師にもね、去年調査に行きまして、はい、全然この像も存在知らなかったんですよ、はい、あのこれあとでお話しする阿弥陀さんをね、お話しする話で、はい、ところがこの像を見て、これはとすごいと。どこがすごかったんですか。とにかく普通の像じゃないですよね。もう多分普通の仏像作りを勉強した人が作ったんじゃない。そうなんですよ、うん、そのヘタッピというのは、うん、その仏像にあるルールとか、うん、その着物のね、例えばこの、うん、おけさというんですかね、着物を着ているものが、うん、なんかこう独特の結び方をしていたりとか、うん、今の帯が結んであるように見えるところは本当はあの衣の折ったところなんですね、うん、でも作った人はこれ折ったってことは思ってないですよね、うん、なんとなく帯がかかってると思って作ってる感じですね。だから、うん、そうそうそう、これ手にあの穴が開いてるのは何なんですか。あれはもともとあのここにちょっと穴がくぼんでいて、そこに薬壺を置いたんでしょ。それがどんどんどん傷んで傷んで、穴が開いちゃったと。でも穴が開いてもね、手が残ってるってのもすごいですよね。すごいですよね、うん、この手のひらが大きいのに対し指がなんか短いのもいいですよね、うんうん、そうそう、なんかちょっと形的に不思議な感じですよね、うん、指が短い割に。それから上着の裾が短いんですよね、うん、確かに膝ぐらいの大きさですね、ね、顔も大きいし、うん、だんだんこう喉かの顔をされてますよ ね、うん、そうですね。でも見てるだけで癒されるっていうか、うん、すごいこっちが微笑んじゃう感じがしますよね。だから本当はね、次の像をすごく素朴なお像として紹介するつもりだったんだけども、はいはい、もっと素朴な人わかります。これが意味するところっていうのはどういうところなんですか。ね、本当にその当時のこの横浜の地域っていうのがもう遠い田舎であったことを本当に典型的に示してますよね。そうですね、やっぱなんでしょうね、今でもね、うん、こう地元のこう、うん、お土産物屋さんとかにおばちゃんが作った独特の人形とか売ってるじゃないですか、うん、はい、じゃあそういった風合いがあるというか、そのままいなくてもでもこれを作ったっていうのはそれだけ作りたいっていう信仰祈りがあったからですよね、うん、なんかそれがストレートに出てるんで、なんかすごくなんか迫力があるんだろうと思いますね、魅力があるんだと思います。ありますね、その気持ちというか気概が伝わってきますよ、ね、はい、素晴らしい、ということで平安その1で田中先生が気になる仏様がこちらね、はい、そうなんです、私も、うん、なたぼりの
中一面観音さんが大好き。私中堀がすごい好きで、私出身が堺なんですけど、行基さんの生まれた堺市出身で、行基仏って言われてる仏様って中堀がすごい多いじゃないですか。でこの方すごいんですよね。普通の中堀ってこんな花瓶まで中堀されないじゃないですか。すごいですよね、全身中堀。こうはい、こちらが愚明寺のご本尊様である十一面観音様ですね、はい、時代的には平安時代11世紀の作なんですけれども、うん、まあ、そのナタ彫りっていうのが、うん、掘った時のナタの跡をあえて残したままっていう彫りの方をナタ彫りと、うん、まあナタって、まあ、というとのみなんですけどね、のみの跡、はい、まあ、横浜で一番有名な仏像と言ってもいいでしょうね、そうですよね。私この方すごい気になってるのが頭頂部の、はい、この方って女神なんですかね。なんか、うん、あの昔からいろんな研究があったんですけどね、はい、最近はどうもあの観音菩薩のね、あの、はい、阿弥陀如来の化仏って言うんですけども、はい、それがあそこに表されてるんだろうっていうのが、今一番有力ですかね。なんかこの頭が尖ってるように、うん、そう、昔は神様の頼代とかね、言われたこともあったんだけど、はい、普通あそこ一番上には、まあ、阿弥陀様がいらっしゃいますけど、うん、やっぱ阿弥陀様には見えないですよね。なんかこう天部の仏様のような顔をされてる気がする、うん、あの普通愚明寺さんで拝むとお寿司に入られてちょっと遠いって暗いので、ね、ここまで見られることできないですけど、うん、この阿弥陀様360度、うん、ガラスケースなしで直接拝めるっていうのが素晴らしいですよね。先生、このほどの、ね、正面ってどうしてもよくわかんないんだけど、はい、の拝む方なんで本当に自分で動いてどこが正面かなって探してみたらいいんじゃないですかね。そうちょっとなんか斜めってる感じがするんですね。ナタ彫りに注目いきがちですけど、この表情もやはり平安時代といいますか、うん、もうまさしくその能だから、うん、平和的なお顔されてますよね。ちなみにこの無名字の十一面観音さんの歴史的な位置づけというのは、無名字ってお寺がね、横浜市でも抜群に古いお寺なんですね、はい、まあ、8世紀奈良時代にできた、まあ、それは確かなんだろうと思うんですけども、だからすごくね大事なお寺だったんですね。宮家っていうね、その地域の一番、まあ、中心の、まあ、県庁所在地みたいな感じのところがあって、そのそばにあるお寺でやっぱりすごくね公式な位置を持ったお寺なんですね。だから今こういう素朴とかなんとか言ってるけども、この中堀の表現っていうのもそういうなんか大事なお寺で、なんか割とこうパブリックな意味を持ってる可能性もあるんですね。ナタ彫りっていうものにも意味がある、だから都の雰囲気とは違った独自の表現が、主張があるかもしれない。ああ、なるほど、うん、もうこっちで の、その民族というか、一族の繁栄を意味する、だからもちろんそれは情緒用っていうのがやってきてやがて消えちゃうんだけども、でもまだここではしっかりとそういうのが主張されていたと、じゃあ東側に多いんですか。はいはい、そうですね、大事ですね、東北関東、それで特に神奈川県伊勢原に日向焼きしてるんですね。 あれとこの十一面観音がやたら抜群に古いんですよ、ですからもしかしたらナタ彫りっていうのは神奈川県あたりで始まったのかもしれない。はあ、うん、大事な意味があるんですね、うん、素敵ですよね。まあ、とにかくナタ彫りっていうのはいかにも木で作ってるって感じしますよね、うん、本当に木で作ってることをこう強調してる、だから日本人のこう木への樹木への信仰っていうのも同時に表してる感じがしますね。霊木信仰、うん、そうですね、ですよね、うん、なんか神の木から仏が現れてる感じがいたしますよね。さっき一番初めにね、ロウで作った金堂仏とか漆仏って言いましたけど、もう平安時代から全部木彫刻していく、ね、うん、木だろってことを本当に強調している、それがナタ彫りだろうと思いますね。横浜でもその辺でやっとこう、ほら、国っていう意識が強くなってきて、うん、でもう一つ田中先生が興味のある仏様がいらっしゃるんですけど、はい、はい、はい、こちらがですね、青葉区新徳寺にある菩薩立像で、伝千手観音菩薩というです、ね、そう、この方ね、千手観音って言われると普通はね、前に合掌してるって言うと左右で20本20本で42本のことが多いので、こちらの方8本しかないんです、ね、8本しかない、足りない、8本しかなくって、しかもですね、後ろにある2本はどう見ても後から作ったもので、はい、しかももともとあった痕跡もないんですね。それからお顔に千手観音っていうのが、はい、一面観音でもあるんだけども、はい、上の顔も全部
跡のもので、もともとあった痕跡もない。つまりこのお像はもともと顔が一つで、腕が6本の、まあ、一面6匹っていうんだけど、そういう像だったんですね。だから本当に千手観音かどうかもよくわかんない。でもね、千手と言ってしまうのは、最終的にこの形になってるから千手だろうということ、うん、それからあのね、やっぱりこのお腹のところで手を組んでますね、はい、これを包括手って言うんだけども、はい、うん、これがあるからやっぱり千手観音である可能性は一番高いけど、うん、ただよくわかんないですね。いや、面白いですね。あの手の広がりが、千手観音様よく見るのはだって背中から腕がこう生えてるんですけど、この方、肘周りからこう増えてる、ね、そうですよね。ちょっと無理やりな感じがいたしますよね。でもなんかこのお顔の空気って感じで、すごいパツパツな若々しいお顔されてて、そうですね。それで穏やかでね、やっぱりいかにも平安皇帝の、はい、うん、この足元を見るとね、はい、なんかほら、深い獲物があって、とんがった獲物があって、また深いのがあって、これ本橋獲物なんですね。だから平安前期風なところがあって、だから平安前期の元になる不思議なお像があったのかなと思っていますけどね。なんかいろんな要素が存在してる感じ、秘密がありそうですね。まだまだ、じゃあ元は何のつもりで作られたんですかね、まあ、そのこれだけ美しく立派なものを作るということは信仰心というか、だからあのやっぱり都のものを真似してるっていうのもやっぱり地域の信仰があって、うん、さっきの聖護大師の薬師寺のように、やっぱりそういう意味であの平安前期の、木で仏像を作り始めた時代の雰囲気をよく残してるんじゃないかと思います。また全体のこう薄い表面とかね、もう面取りが柔らかいですよね。それと全部もう平安皇帝の典型的な形をちょっと見ながらもんだけども示しています。そういう中にさっき言った足元の平安前期風の絵物が残ってる、そういうのも変わったところね。じゃあなんか前期から後期に移るちょうど過渡期的な感じなんですかね。いや、過渡期じゃなくて平安後期になんかそういう平安前期風の形を残してるってことですよね、うん、素敵どういう背景があるのか、うんうん、もうその平安はこの前半部分で見ている中で、うん、特にね、目を惹かれる、はい、優しいお顔、うん、そうですね。ということで、こんなボリューミーですけど、まだまだ地方の職人さんお話してません。そうですね、まだまだこんなにいらっしゃいますので、はい、後半戦でますます深い横浜の仏像の世界をご紹介します。はい、では楽しみに。